完全創作料理。あと味見しない。パンパンの砂糖出てきたけど。味見すんない。包丁でちょっと。あ。言ってた高木もありけんはすげえって。あ。めっちゃうまい。もう嘘。え、でか俺。いやありけでけえよ。よいちゃんがちっちゃい。よいちゃんちっちゃい何個だっけ？140。142。2か。ちっちゃ。3あるかも。2か3。うん。ということで。今回は第1回なんですけど、はい、アリケンさん審査員にお招きしてですね、はい、よろしくお願いします、はい、揚げ物対決でございます。はい、はい、どっちも揚げ物なんだ。そうで、今回縛りとしては、完全創作料理。なるほど。だから想像上でのものを作るから、はい、俺たちは作ったことがない、この世にないもの。そう、この世にない世界の一皿を作るっていう。なるほど。だから下調べしないんで、はい、場合によってはちょっとマジで本当にその料理にならない場合はあるけど、予想できないんだけど。そうそう。あと味見しない。あ、そう、味見はしない。いや、味見しない。味見しない。しない。味見しません。あえてね。オッケーオッケー。あえて絶対その方がおもろい。確かに味見しない方がいいか。そうだね。やめてね、あの血圧が爆発するぐらい塩とか入れないと怖いから。殺しに来ないと。もちろんもちろんもちろん。じゃあちょっと早速作りましょう。よし、よし、レッツゴー。今日作る料理は、料理は何なの。今日は、じゃがアリゴ揚げ。じゃがアリゴ揚げ。え、知らないの元気。知らない。じゃがアリゴ知らない。ネットで生きてるのに。じゃがアリゴ、俺が中学校とか高校の時に流行ったじゃがアリゴ使ったね。あれはお湯入れて。あ、そう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 、チーズ入れるやつ。あ、あれは揚げるってことか。そうそうそう。あ、確かに、うまそう。怖いな。これはとんかつを作ります。でも創作料理でしょ。そうなんですよ、創作料理なんですよ。で、あの味噌カツあるじゃん。ある。味噌カツを白味噌と餅とか使って、ほう、ちょっと今までにない味噌カツを。おお、いいですね。よしさんもあのアイデアで負けてるかもしれない。今一旦ね。いやでも料理ってのは途中で分岐できるから。いや、俺はそのまま。まっすぐに一直線に。俺がもう自滅するの待ってる。あ、なるほどね。俺は一旦ちょっと白味噌にまずは旨味調味料、味の素をバカみたいに入れていく。もう終わった。やばいって。味の素はアミノ酸だから。でこれちゃんと理由があって。何を作ってるのそれは。白味噌のだから、その、まあ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 、はいはいはい。でこれなんでかっていうと、その醤油を入れたかったんだけど、うん、醤油を入れると黒くなっちゃうじゃん。はいはいはい、はい、で黒くしたくないから醤油の代わりをどうしようかなと思った時に、醤油ってよくよく考えたらあれってアミノ酸と塩分の塊なだけじゃなくて、これと塩入れたら実質醤油なんだ。まあ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 、そうですね。でしょ。だそう、何かによるは、これがソースなのか。これはソースにします。あ、ソースなんだ。これソースにします。なるほど。でこれで白だしを使ってちょっと伸ばすと。なるほど。うん。いやけど、アリケンは味濃いの好きでしょ、うん、まあそうね、好きね。でしょ。だいぶ好き。これにちょっと塩をちょっと入れて調味しようかなっていうところですよね。もっと入れ、全然足りないな、これ。全然足りないわ。いやいや、味濃いだよ。味濃い、うん、味濃いだよ、そうね、そうね、そうね。味濃いってそんな別にそんな塩じゃないんだから。その想像してほしい、料理番組を自分がしてるとして、うん、放映されてるとして、うん、そのこの量入れるかって思ってほしい。いやけど、この量入れるかが、ちなみに白だしにも味ってついてるからね。白だしって割といっぱい入れたら結構カラってなる。だけどね、ソースだよ。ソースって普通に、まあ、カラってなるでしょ。まあ、確かに。そう。あ、でそのちょんってつけて食うならいいかもね。ベターではないでしょ。あ、そう、上にこうスッとかける。ああ、それならまあまあまあ。ケンキさん進捗は早いですね。まあまあそうですね。早いですね、だいぶ。まあ、ただ問題があって、はい、俺とんかつ作ったことないから、こっから先がよく分かってない。なるほど。まあ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 、フィーリングで。そうなんですよ。パンパンの砂糖出てきたけど。いや、さすがにこれ全部入れないですよ。うん、そうよね。これ全部入れたらね、アリケンさんなんか爆発しちゃいますから。そうそうですね、爆発しちゃいますね、うん。いや、でも今のところどう考えてもケチャップ味になるんだろうなっていう。そう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 。ケチャップしかないからね、卓上に。あ、じゃがりこ先に用意じゃないんだ。パン粉からなの。やっぱ、鮮度が大事だから。なるほどね。これ味見なし怖いね。いや、そうなんだね。これちょっと味見しない。味見すんない。味見はずるいからな。まあ想像してけ、想像してけ。想像してくわ。すごいね、よいちゃんはあれなんだね、1個これ作るじゃなくて、なんかちょっとずつちょっとずつ進めていくんだね。そう。だってウインナー出して放置で他のことやりだしてるからね。この筋繊維の筋を切らないとキュッとなっちゃうんで、多分こっちかな。
おちょっと兄貴が洗ってるぞいいですね、ケンキさん。あ、違う、分かった。兄貴、俺分かったよ。思い出して。あの、ブスブス刺すんだ、だから今生肉触った手だからね、ケンキね。いろんなとこ触っちゃダメだよ。大変失礼しました、大変失礼した。そうですよね。フォークどこですか、フォーク。じゃ、ちょ、包丁でちょっと。あいいね、ケンキ。いやいや、けど俺、これ、これ合ってるでしょ、現状。ありました。もう、その、手を拭いてほしい、ビチャビチャの。もう、わんぱくだね、ケンキの料理は。エプロンとかやってやればいいんで。そのためのエプロン。お前天才だな。いいですね。もう言ってたよ、高木も。アリケンはすげえって。でもダメだよ、あいつ。俺のこと舐めてるから最近。嘘、なんで？なんか舐められてる気がする。だけど、あいつ、アメリカに行ったら、アリケンみたいなやつがいっぱいいたって言ってたから、もしかしたらアメリカに行って世界を知って、アリケンのこと舐めてるから。ちっちゃくなった、俺が。そう。なるほどね。大したことねえんだな、アリケンって言って。可能性があるあいつが、あいつの中で。確かにな、俺より太ってる人いっぱいいるだろうしな。そう、世界ひでえからな、うん。いや、卵、小麦粉、パン粉じゃない。でもさ、唐揚げとか作るとさ、唐揚げパン粉ついてねえから関係なくねえか。そっか。盛り上がってまいりましたね。盛り上がってまいりましたね。確かにゼルダやってるみたいな気分だね、これね。順番がね。ヒント、下着、シャツ、ジャンバー。どれが小麦粉だよ。いやだ、ヒントだよこれ結構。あんまりパン粉感があると、そんな気絶した人を起こすみたいな。大丈夫ですか？あ、今大丈夫ですか？わかんないけど、まけど合ってるはずでしょこれ。でこれで、あ、もう行く。油の準備できてないですよ、ケンキさん。まもう行きます。はい。いやいや違う、俺別にあの寝かせるんだよこれで。寝かせ、寝かせ、なるほど、寝かせるから。引き算、料理は引き算です。料理引き算、はい。完成をまず想像して、うん、そこから引き算していって何が必要かを考えるといいらしいです。僕は学校でそう習いました。ああ、なるほどね。じゃあキャベツか。まあでもキャベツはもうね、もうできてますから、うん、ほぼ。さあ、沸騰したお湯を放置してます。あ、いいね、よいしょ。じゃがりこの作り方を知ってるわけでは、まあ知ってるけどって感じ。なるほど。何それ、すげえ。そんな料理があるの？すごいね。ちゃんと容器をこっちに移したりしないんですね。一気に作ったみたいな。しない。寝かします、これで。はい。しこいな、ケンキ。あ、いいね、ケンキ。お、いいですね、ケンキさん。ちゃんとやったらほら。お、いいですね。じゃあこれでちょっと、じゃあ一枚ずつ、順番に。なるほど。あ、いいですね。あ、全然静かに。うん。いい感じに綺麗に入れた。一番いいタイミングで入れたんじゃない？あ、ほんと？うん、嘘でしょ。入れた瞬間、油の元から去ってったぞ、あいつ。怖いですね。あの、今、湯気が出てるじゃん、うん、湯気が出てると、あの、温度が高いってことだから、うん、油の上に湯気が出たら、ちょっとあの、火を弱めてもいいかもね。へー、うわ、綺麗に上がりました。お、良さそう。いい感じ。それ、ちゃんと何個作る予定、それ？このソーセージ分。え、そのソーセージ分、うん、アリケン食べるっしょ。うん、アリケン腹減ってるらしいから、ね、まあね。さあ、どんどん切り餅を入れ続けてますけど、はい、あれだね、なんか、なんだろう、とんかつって言ってるけど、なんだろうな、西洋料理というか。そうなんですよ、ちょっとフレンチっぽい。フレンチっぽいですよね。テイストも今入れてるっていう。よく気づいてくれた、アリケンさん。さすがです。食撃の相馬っぽいなと思って、考えが。お、すごい、なんかすごいわ。かなり、うん、これがタレなの？ぽくなって、うん、これをタレにしよう。これおしゃれなとんかつできそうだね。真っ白な味噌とんかつ食ったことない。ない。もう俺もない。まあでも味見してないから怖いけど、ね、まあでもまずくはならなさそうな。はい。お、よし、じゃあ、さあ盛り付けです。お、なんかそれっぽいじゃん、元気。お前うまいじゃん、盛り付け。こうでしょ。おお、いいね。ソースのかけ方が、いや、そうなんですよ、これ大事ですよ、フレンチなら。怖いよね。じゃあ俺ちょっとこれひよっていい？ひよっていいよ。ディップ方式にするっていう。あー、いいんじゃない。まあでも創作ポイントは上がる、ディップは。
とんかつディップはね。そうだね。まあ、なんかとんかつの、とんかつの、なんだ、チーズフォンデュみたいな。味噌フォンデュ。はい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 。さあ、ケンキさん、完成です。すごい。ケンキ、なんか、エグオイだ。なんかディップじゃなくて、なんかもう、スープみたいになってる。まあでも、とんかつの仕上がりはいいですね。お、いいじゃん、ヨイちゃん。いいじゃない、爆発せずに。ソースは作るんですか、本当に。そう、あー、オーロラソース。あー、いいね、オーロラソース、合いそう、めっちゃ合いそう。あれだと、でもこれ一貫丸々使う、切る勢い。嘘でしょ。え、あれ新品だった。ここ8割ぐらい入ってた。嘘でしょ。ちょっと、味の素取って。え、8割入ってた。8割入ってた。はい、ありがとう。はい。で、まあ、今んとこよいちゃんのはまずくなる心配は絶対にないから、ソースが結構まあ無難に行くのか攻めるか。お、いいじゃん、盛り付け。めっちゃいい。あ、おしゃれ。テンション上がるかも、そのボールで出てきたら。ラボール1個ちょっとこれ。よし、いきましたか。あ、できましたか。できました。完成。よし。いやいや、アリケン本当にね、もういつもアリケンにはもうお世話になりっぱなしで感謝の気持ちだったし。あ、今日、そうなんだ。そうそう、アリケンにちょっとでも喜んでもらいたいと思って。じゃあちょっと料理名なんかないんですか。これはなんちゃって愛知の白味噌とんかつで。なるほど。はい。味噌汁ぐらい熱いんだけど、ソースが。あ、いや、いいや、いいや、これで早速。はい、いただきます。じゃあどんぐらいつければいいですかね、これは。どうですかね、僕も味噌。あ、でも、あ、けどめちゃくちゃいい感じじゃない。すごいいいディップ感。おお、美味しそう。チーズフォンデュみたい。え、めっちゃ細いじゃん。うい、見た目に関してはね。じゃあ、すいません、いただきます。はい。おお、うまい。めっちゃうまい。もう嘘。え、ちょ、めちゃめちゃうまい。え、嘘。じゃあヨイチも食べる。食べようかな。うん、ちょっとあれだ、ヨイチが顔つんだよ、多分。え、これめっちゃ俺好きな、好きだよ。いいぞ。それってクソうまいよ、これ。え、待って、ちょっと。うん、まっ。やばい。マジで。めっちゃうまいよ、これ。これもうちょっと担当したらお店出せるレベルで。うん、俺大好き。ちょっと食べてくる。うん、クリーミーだいぶ。ケンキくんこれね、うん、これガチうまいっすよ。マジうまいよ。これマジでうまい。え、うまっ。結構つけてもおいしい。なごめん、これ白だし追加しよかった、マジで。うん、味噌の味もちゃんとしてる。うん、で、うまい。うまいね。うん、これすごい。これ負けたわ。いやいや、まだまだだから。これうますぎる。いや、これマジでうまい。これマジうまいね。これマジでうまい。これ店あります。味見なしでよく行ったね、ここ。ね、ね、匂いだからね。すごい。ちょっと良いじゃん。確かに、比べですからね。うん、これどこら辺がいいですか、美味しい部分は。何でも。やっぱさすがに良いちのこの特製ソース。そうですね。はい。さあ、良いちゃんの方もディップ方式で。すいません、それじゃあディップ対決。うまそうな音してるな。すごい。コロッケ。味はめっちゃ美味しい。うん、コロッケだね。ウインナー入りコロッケだね、ちゃんと。いや、美味しいだ。でも、うん、うまい。ちょっといただいていい？うん、ちょっといただく。これ思ってる10倍コロッケだよ。だいぶコロッケじゃない。めっちゃうまい。普通に、どうしよう、うまいぞ。うまい。ちょっと、めちゃくちゃうまいクリームコロッケみたいな。うん、そうなんだ。チーズもうまい。死ぬほどこれ合うよ、たぶん。ケンキが作ったソースにちょっとつけて食ってみていい？はい、合うか。そうなんだ。うん、でもめちゃめちゃ合うと思う、これ。すげーうまそう。マジうまい。食うか。うん、なんかじゃがいも感がない、うん、カニクリームコロッケよりのコロッケ味が。これね、じゃがいもあんま、あ、じゃがいもコロッケあんま好きじゃないな。うん、じゃがいも感がとかあんま苦手で、うん、なんだけどこれはね、それがなくて。そうね。で、中にね、ソーセージが入ってるから肉感もセットもすごいあって、ね、うわ迷うな、これ。普通に美味しいもの作られたんだけど。でもソースがうますぎるわ、天気の方の。なんかね、ソースうまいね。うまい、これやばい。もう意味わかんないぐらいうまい。これね、今回非常にハイレベルな戦いです。でもやっぱ俺好みってなったらやっぱり肉が多いし。そっちなんだ。そうで、ソースが思った
20倍うまかった。ソースやん、それは。いや、ソースやね、これは。よじゃあ、これはね、ソース。ソースやん。めっちゃうまい、こいつ。よし、いやけど、まあ、ソースが俺の中の創作点だったから、うん、まあ、よかったわ。これは、ケンキさんの勝利で。マジか。いや、ヨイちゃんのもいいんだよ。くそ。美味しい、すごい美味しい。いや、でもやっぱね、そのコンセプトになってる。その味噌の味もちゃんとするし、うん、クリーミーさがえぐいし、うん、カツに合うやっぱめっちゃ。まあ確かに、ね、いやこれ嬉しいな俺。だからヨイちゃんの方もコロッケ風だったから、うん、とんかつソースとかがベースだったら、うん、なるほどね、めっちゃうまかったかも、ね。まあ確かに確かに、もっと意外と、うん、ケチャップマヨだから、うん、まあ、俺好きでいいんだけど、こっちの方がやっぱり揚げ物に合うね。まあでもこれで後々俺がお腹壊したら負けね。それ特殊勝利条件です。あなたの、はい、まあ、俺がお腹が痛いって言った瞬間に勝ちます。勝者俺ということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。第2回もうある程度お題決めてもらうもん、なんなら。ああ、味の素入れて変わんないのがいいな。でちょいむずいのでしょ。うん、だ酢豚とか。酢豚対決、うん、中華系はやっぱ入れるものが多いから。ああ結構その出ると思うよ。想像酢豚対決か。そうそうそう、ちょっとむずくね。酢豚は俺も想像できないな。いや結構酢豚いいラインだと思うよ。あ、そうなんだ。まあさすがに調理師免許持ってるやつがやってるから多分いいだから普通に学校でやる中華の最初ら辺に。あ、そうなんだ。結構もう入門なんだ。そうそう入門。やりますか次。いや、いいんじゃない。次リベンジしたい。やろう。じゃあ次回酢豚でお願いします。じゃあこれで配信終わりたいと思います。はい、以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。切れました俺の。切れてないです。勝手に切るわけにもいかないもん。